2022年2月6日日曜日、今日はコーヒーミルを分解して掃除してコーヒーを入れるところから一日を始めました。寝袋の軽量化について語るときに僕の語ること。日常高倉、こんにちは。今日は2月の6日日曜日ということで、今日も家の中でできることっていうのをやっております。今回のテーマは荷物の軽量化について、寝袋の軽量化について語るときに僕の語ることということで、今日のテーマは寝袋です。バックパック、こういった寝袋とシェルター、テントとか、そういった3大ギアあると思うんですけれども、荷物の軽量化をするときにいろいろとこう考えることがあるんですけれども、バックパックは軽いもの、軽くて丈夫でシンプルで拡張性、汎用性があってっていうものを手に入れることができました。で、今検討しているのはスリーピングですね。出番が多かったのはモンベルの寝袋の3番っていうものになるんですけれども、これ今 687g になるんですよね。で、こういった寝袋の軽量化についてどういうふうに自分がこれから考えて今検討しているものは何かっていう話をさせていただきたいと思います。これ午後一の蓬莱の今の紙袋なんですけど、なんか良くないですか。まあちょっとここ使いながら考えていっています。現状はこれ 687g で、中身のダウン量、フィルウェイトっていうのは 310g で、800フィルパワーのダウンの品質で、生地の基本デニール数というか二重デニールっていうところになってるんですよね。で、どういうふうに考えていくかなんですけれども、まずフィルウェイトっていうのをより少なく、そして保温力を上げたいっていうところがあります。コンフォート温度で4度、リミットでマイナス1度っていうところで、パシフィッククレストトレイルにおいて考えた方がいい温度域の加減の平均というのはマイナス6度と言われてまして、これだとちょっと不足するんですよね。っていうところで、フィルパワーの数値、ダウンがどれだけこう膨らむかっていう数値を上げる、より高品質なダウンのものに切り替えつつ、構造的にこれ背中の部分もあるマミー型の寝袋になるんですけれども、いわゆるキルトという、まあ、結構のっぺりした掛け布団みたいなやつで、後ろ背中側はもうダウンがなくてその分軽いっていうものがあるんですけど、フィルパワー数値上げる、生地のデニール数落とす、構造的にキルトにするっていうところで選んでいきたいなと思っています。また自分の好みの色とかね、色ってすごい大切だと思うんですよ。で、また目に見えにくいところで3点、1つ目が匂いですね。ダウンがすごく匂う場合があるので下調べがすごく大切なのと、2つ目が帯電防止、その静電気がバチバチとかなりにくいかどうか、そういった加工があるのかどうかとか確認したり、あとは撥水性ですね。 DWR とかいろいろあるんですけれども、表示で見るときに撥水するかなとか、ダウンは撥水かなとか、そういった点を確認するのが大切になっています。で、いろいろとちょっとこの辺に出しますけども、今考えているのはカタバティックフレックスっていうやつか、 UGQ アンダーグラウンドキルツのバンディット、これカスタムできるやつで今最有力候補になるんですけど、あとはエンライテンドイクイプメントっていうところのエニグマっていうモデルですね。で、このあたりっていうのはフィルパワー数値的に見ますと900フィルパワー以上のものになってまして、その分こう同じ重量比で考えた時に保温性が担保されるというか、あったかく過ごすことができるというものになってるんですよね。アンダーグラウンドキルツのものは 550g でマイナス6度まで対応できてっていうところになってます。950フィルパワーのものでもダックダウンとグースダウンっていうのがありまして、グースから取れるダウンの方がダウンボールが大きくて、その分こう保温力が大きかったりするっていうところで、グースダウンで選んでいこうかなと思っております。生地が選べるのが面白くて、多分自分はちょっと卵っぽい雰囲気の
色にしようかなと思ってるんですけど、またまたルリビタキコーデみたいな感じで、青と黄色のパターンでやるのもいいかなと思ったんですけど、なんとなくこう、大きいギアに白を取り入れるのが好きで、外側の生地白で、内側黄色でやっていこうかななんて考えてます。で、エンライトンドイクイプメントっていうところは、こう、ウェブで指定すると、表地の色はこれ、裏地の色はオレンジとかっていう風にすると、こう、その場で色が変わってくれて、ちょっと面白かったりするんですよね。まあ、そんな感じでイメージ見れたりしますんで、もしキルトとか寝袋の軽量化について興味のある方は一度ご覧いただくといいかもしれないですね。で、初めて、こういったこのスリーピングシステムに関して、初めて羽毛布団の価格っていうのを見たんですよ。羽毛布団ってところでいくらぐらいするんですかっていう、20万円以上するものとかあって、なんかもうちょっと金銭感覚が壊れてしまいそうな感じがするんですけど、羽毛布団もっと高いんかみたいな感じで、まあ世の中っていうのは本当広いなと思いますね。ということで、これからキルトですね。スリーピングシステムに関してより軽量なものっていうのも選んでいこうかなと考えております。ぜひ皆さんもですね、今使っている寝袋が何グラムなのか、そして何フィルパワーのダウンが入っていて、生地は何デニールなのかとか、そういった点をこう自分で知っておくと、次より軽量化するときにいいポイントになりますので、こちらの動画の情報がお役立ていただければと思います。どうでしょうか、皆さん色このバランスいいんじゃないですかとか、もしありましたらコメント欄で教えていただけますと幸いです。青と黄色って結構相性良かったりして、今回白と黄色を第一候補にしてるんですけれども、白と黄色良くないですか？ っていう感じで、いろいろと道具の準備、心の準備、体の準備、ビザの準備とか、いろいろと進めていっておるところです。で、ココシャネルは天才ですね。ちょっと一回全部作ってみたんですけど、ダメだったんで、ココシャネル天才。もうちょっと、やっぱり僕みたいな盆栽は、もう少しこう、メジャーとかで、こう、タイベックくらいの生地で試作するところからやらないと、いきなり本番の生地でやると、やっぱ大変だなと思いましたね。昨日高倉屋の方で揚げたこちらのスノーシューサックあるんですけれども、今作っているココジャンボ、コガメですね。コガメはこのスノーシューサックのような拡張性ですね。左右がアコーディオンのようになって少し容量が増えるみたいな要素を取り入れようと思ってます。丁寧にやらないといけないなと思っています。また動画にします。お楽しみに。はい、